ドローンの社会実装が進み加速しています。撮影や計測、観測での運用よりもはるかにハードルが高い人の移動、貨物の輸送といったモビリティ領域で早期に広く普及することを考えたとき、バッテリー技術のさらなる進化、発電、送電、充電というインフラが整うには依然として高い壁、決して短いとは言えないリードタイムがあります。その一方で、新たなモビリティとしてドローン活用への期待が高まっています。アライブ RX レンジエクステンダー、バッテリーをエンジン発電に置き換えることで、電動ドローンならではの緻密な制御、省力化、自動化のメリットは享受しながら、電源供給効率を飛躍的に向上させるユニットです。このユニットで飛行するドローンは、同じ機体で考えたとき、バッテリーのみの電動ドローンよりも大きいペイロード、つまりより多くの人や物を運ぶことができる可能性を持っています。ガソリンや次世代燃料をエネルギー源とすることのメリットは、バッテリー搭載よりもエネルギー密度が高いこと、補給の点で充電よりも給油の方が圧倒的に費やされる時間が短く済むことにあります。連日の運用、気候条件、さまざまなインフラ状況といったより現実的な稼働シチュエーションを想定したときには、実動時間の長さ、カバー可能なエリアの広さという点では大きな違いとなってきます。このようなアライブ RX レンジエクステンダーの優位性、可能性は、電動モビリティの利用シーンを拡大する技術と考えています。脱炭素社会の鍵を握るエネルギーの一つ、水素への関心、注目はさらに高まり、さまざまな分野、領域で研究開発が進められています。電動車をはじめ、従来のガソリンの代替となる燃料など、カーボンニュートラルに全方位で取り組むモビリティの世界でも、エネルギーの獲得から使用に至るまで、水素を燃料とする社会インフラの整備や実証実験が進められています。既存のエンジン技術を活用し、水素を燃焼して得られるエネルギーを動力源として使うエンジン、モビリティのパワートレイン、発電機など、水素エンジンの用途、実現の可能性は高く、水素の供給インフラの整備や関連技術の進化がグローバルに見込まれる中、ヤマハはその可能性に着目、研究開発を進めています。